はい、えー、ゲームコレクターの酒缶です本日は、えー、2020年11月1日作家学院ゲームコレクター部スタートです、えー、この番組はえー、っとゲームコレクターの酒缶がまあ、ゲームについてねまあ、なんだかんだよくわかんないけど、まあ、まったりと喋る番組です30分ぐらい喋る番組ですはい えっと、チャンネル登録よろしくお願いします。それと、えっ、ー、と、概要欄にね、僕の関わってる Kindle 本へのリンクがありますので、えー、ご興味のある方、または僕のコレクター活動にご支援、ご協力いただける方は、ぜひ Kindle 本を読んでいただければと思います。あと、あの、お仕事の連絡がね、あの土日でもいつでもお待ちしております。はい。ということでね、えっ、ー、と、本日の予定ですが、 えっといつもの、ね、3DO の話と、えっと、今週発売予定タイトルを見るということとあと時間があれば質問箱をやって最後に本日の記念日ゲームと行く予定なのですがちょっと、ね、ニュースを一個気になるニュースがあったというか、まあねえー、っとショーン・コネリさんがお亡くなりになったとっいうニュースが急遽,急遽というか,なんかいきなり発表されましたねちょっといつなのかよくわかんないんですけどね、まあ、一応産経新聞のニュース読みますね。 初代そして永遠のジェームスボンドショーン・コネリーさん主張、えー、007ことジェームスボンドで活躍するスパイアクションあジェームスボンドが活躍するスパイアクション対策シリーズで一躍名を挙げたショーン・コネリーさんが1962年のドクター・ノーで初代ボンドを演じロシアなどより愛を込めてえっ、ー、と ゴーーールドフィンガーなどシリーズ作を立て続けに人差したこれは <laughs>、これはそこから始まるニュースでいいのか <laughs>。そうじゃねえな。まあいいや。えっ、ー、と、これは死去のニュースなのに冒頭からお亡くなりになったことが書かれてないな。下の方、この辺から見れゃいいのかな。えっ、ー、と、これは、 見る記事を間違えち,ゃったかな <laughs> まあちょっとあのまあ要はショーン・コネリさんがねなんかお亡くなりになったっていうニュースが入ってきたんですけどちょっと日付とかもよく分かんないんですけどねただ90歳ということでしたうーんまあちょっとね,ね年齢的にはね別にもう大往生って感じで特に最近のねよくあるコロナがうんぬんとかは関係ないと思うんですけどねあの結結構結構 お年を召してからもね映画出たりしてた記憶があるのでっていうか僕が物心ついてた時から結構な年齢のね役者さんだったんですけどももう割とおじいさん役ぐらいの役者さんだったんで正直007の印象っていうのはまあ あんまりなぜかっていうと僕が生まれる前にもうあの切り替わってるからなんですよジェームス・ボンドの、ね、役割が役,役柄が。なのでもテレビゲームとかで探してみると実は「プレステ2」のタイトルがで1個昔のね 60年代にタイトルを1個、えー、ゲーム化されてるんで、それのパッケージには一応イラストとしてね、若い時のショーン・コネリーさんが出てるんですけど、それ以外だと、基本的に007っていうのはね、例えば、あの、まあ、アラフォー世代ぐらいで有名なね、007ね、アラサ・ーアラフォーぐらいじゃないかな、64のね、007っていうと、もうこの時代はね、ピアース・ブロスナンさんがね、 主演で割とこの90年代ぐらいがっつり007を演じてたので彼の印象が強い人って多いと思うんですよね。僕が映画館行って映画見てた頃はこの人が多かったですね。今はもうダニエル・グレイグさんがもう十何年やってるんですけど、まあ、この人の時代も結構長かったです。でただファミコンじゃないやこれ64でしょでえっ、ー、とまあい,いやこれか。 Wii の,の時はね、多分権利的にもう切りってたから顔見えねえパターンみたいなので、ね、パッケージになってます。はい、007ねで。ちなみにその、やっぱりこの時期、プレステ、プレステ2ぐらいの時期っていうのはやっぱり映画化されてるタイトルが多いんで、あれどこだっけ。 まあいいや。<laughs> まあこの辺にもあるんだけど、まあ要は、あのピアース・ブロスナンさんの、あのパ、パッケーパッケーが多いですね。やっぱ写真使われているのが。ただ、あの、その前にメガドライブでね、007出てるんですけど、その時は、えっ、ー、と、テモシダルトンさんかな <laughs> あの、この時期、ちょっとね、この人あんまり選作多くないんで、インパクト弱いんですけど、まあこの人がね、 メガドラの表紙を飾ったただなんか僕の中ではねやっぱ子どもの頃に見た007っていうとロジャームームアさんなんなですよ <laughs> あのロジャー・ムーアさんも結構長かったんですよね。まあまあえて言うとそのショーン・コネリーさんの007時代っていうのは割と白黒の時代から始まってたりするんでなかなかこう。 あの地上波とかで、ね、こうさ放送されるタイミングもあまりなかったのかなという感じで割とこうループで流れてたのが割とロジャームーアさんバージョンだったような記憶がありますまあでまあかといってねこのショーコネリーさんがこうゲームにねあんまりパッケージとかで出てこないかっていうとまあ出てきてるのがあるんですよまあね先日こう紹介したねレッドオクトーバーまあこれレクトーバー ゲームボーイだとレッドオクトーバーを終えてこっ,ちこっちが映画のタイトルですね。まあこれでもこうショーン・コネリーさんがね、これ多分映画のポスターとかで使われてるようなメインビジュアルだと思うんですが、まあ、こうやって使われてます。まあゲームの中でどう出てるかっていうとあんまりね、あんまりこう深掘りしない方がいいんですけどで。で、じゃあファミコンはどうかっていうと実はアンタッチャブルって映画があってね。 アンタッチャブルの時代でももう結構年配のまあこまあショーン・コネイさんもこの時代90年代の時80年代かなこれ一応91年かまあ90年代かな90年代前半ちょっともう割ともうおじいさん的な役おじいさんっていうかまああのー、そうですねもう割と定年間近ぐらいの役柄ですよねやれてまあそういうような感じでした まあこれもあの実際ゲームでどう出てるかっていうとまあ多少多分フェイスで会話に,をに参加するぐらいあったかもしれないけども映画の中ではあのアンタッチャブルの映画の中では終盤じゃないな最,最後のねクライマックスで行く前に確かあの殺されちゃうんですよね確か、うん、まあまあそんな感じであのショーン・コネリーさんの、ね、出てる出てる まあ関わってる映画のゲーム化タイトルって言うと大体このあたりかなというところです。はい。<laughs> ということで、いや、これやる予定なかったんで、ちょっと大急ぎでいろいろ集めたけど、まさか、まさか、あの、お亡くなりになったニュース読んだら、あんまりお亡くなりになった情報が載ってないというね、<laughs> びっくりしました。はい。で、えっ、ー、と、いつものね、3DO の話ですが、 えっと1995年4月1日やっとこう1年回りましたね1994年の3月25日かな発売されてこうぐるっと1周回って2周目1995年4月1日に出たのが D の食卓ですはい、まあ、D の食卓っていうと結構ねあのまああのパッケージね 大体これが中に入ってこんな感じとかこんな感じになっててこれ何なんだろうって感じになるんだけど、まあ、パッケージとして持つにはこう,こうやっといた方がいいのかなということでまあ、まあ、こ,うこうでもいいんだけどね <laughs> といった感じですはいまあいいんですけどでまあ D の食卓っていうと割と E の賢治さんの代表作っていう扱いで、まあ、語られることが多いかなと思うのとあとまあ D の食卓 えっとエネミーゼロがいろいろ紆余曲折ありのこうあれですねソニー対ワープもしくはあのワープとセガが蜜月になるというか、まあ、そういうような、ね、時期のいろいろ事件のあったタイトルがあってリアルサウンドがあってでその後ドリキャスで D の食卓2ってあたりが割とこう E いいのさんのねあのよくこう有名で出てくるあたりなものなんですけど実はまあその前にもね 3DO で参入してまあ以前紹介してるやつもいくつか出てるようなフロポンくんとかえー、っとなんだっけえー、っとあのガラクタのやつ <laughs> まあいいやはいまあいろいろ出てるんですけどもまあでそこら辺だとこうパッケージのパッケージっていうかまあ とかあのこの帯の部分とか遊んだりしてるんですけど D の食卓はさすがにねこうシリアスにタッチで作ってるんでそういうあのなんだろうおちゃらけモードはないっていうね感じの,あのパッケージになってますあとこのこういうパッケージ使ってるゲーム自体がほとんどないんじゃないかなまあこれ何、まあ、でこれなのっていうとあ落としてしまった、えっと あれまあいいや。まあトリをツを見ようとしたんじゃないかまあディスク2枚組なんでねこういうパッちょっと厚めのパッケージあのよくプレステのソニーパッケージ版がこんな感じのあったりもしますけどまあ D の尺卓とーうか 3DO でもねこういうパッケージが、まあ、若干ながら使われてたとまあそういうところですね。 ジの食卓に関して言うと、まあ、ざっくり、えっ、ー、と、2時間で必ず終わるアクション、あ、じゃあ、アドベンチャー、パズルアドベンチャー的なゲームって言ったらいいのかな。まあ、あの、アドベンチャーってカテゴリーって結構、こう、パズルとの親和性というか、まあ、基本謎解きパズルで、で、あの、ストーリーを語るというのが大体、こう、定番な作りなんですけど、まあ、アクション要素はだ若干ね、あの、いわゆる、あの、 なんだこうクイックタイムイベントとかよ,よく言われるねあの時のねアクション的な要素はあるけど基本的にはまあ移動はね移動はこう、まあ、あの同じカメラをゴーっと追っていくような、ね、方向を見定めて選ぶとっていうかまあ大体見る方向も決まってるんですよね左右とかを送る方向も。 ここからフンって移動するとか、まあ、ここから行く先決めたらフわワーってこうカメラが移動していくと、まあそういうようなやつなので,あのでショートカットができないので結構この一度間違って移動するとああとか思いながらねこう移動終わるのを待つみたいなそういうとこもあるんですけど、まあ、それもこうホラーっていうか、まあ、なんだろう2時間でクリアしなきゃいけないってところからいくとこの,あこの無駄な時間をとか思いながらね なるやるような感じただじんーただじゃないな一応こう謎解き要素はあるとでパズル要素あるんだけどちょっとこのイベントを見ないとそうバットバットじゃないなあのトゥルーエンドにならないみたいなね <laughs> ところの仕掛けがあるけどそれがまあちょっとあのどっちかっていうとそのなんだろうなゲーム慣れして ちちょい,ちょいとこうあの、ね、仕掛け知ってる仕掛けだけ見てクリアしようとするとそのイベントを見忘れてしまうみたいなねそういう作りになってるんですけど、まあ、いずれにしてもこの一回クリアしちゃうともうもうもう一回遊ぶかなっていうようなそういう作りにはなってたんですけどただ個人的にはね結構好きなゲームで。 まあちょっと時間を空けてまたプレイしてみるとかね <laughs>。あの、3DO でやったのにまたサターンでやってみるとかね。プレステでやってみるとか。で、また 3DO のディレクターズカットでやってみるとか。まあ、そんな感じで結構頻繁にプレイしました。まあ、どっちにしても1回2時間だからね <laughs>。2時間っていうのは、クリアしても2時間だし、クリアできなくても一応こう、 あのその世界に入れる時間が2時間ぐらいしかないみたいな設定で、まあ、いずれにしてもバチッと終わる感じかな。実はちゃんとそのバチッと2時間で終わった記憶がほとんどないんで、ね、今度ちゃんと試しておかないとな。<laughs> 大体無理だと思ったらリセットみたいになっちゃうんで、まあまあとにかくね、そういう、まあ、そういうじゃないな、まあ D の食卓というゲームがまあ,ありましたと。まあこれはまたクリアしたこともあるんで、あのまたノンレトロフリークチャレンジでも、ね、でやろうかなと思います。 とということで、ね、えー、3DO のタイトルについて知りたいこと、まあ、簡単に、ね、こんなどんなタイトル出てただろうというのを気になる方は、えー、とゲームコレクター作家のアンコンプリート 3DO が Amazon の Kindle になってますのでよろしくお願いします。ということで、続いて、えー、と今週発売予定のタイトルですね。えー、と、 今週えー、と2020年11月1日から11月7日に発売されるゲームですね。えー、っとですね、あのー、最近、まあ今年に入ってから、まあ去年ぐらいからかな、まあなんとなくこう、流れとしては月末にタイトル集め、それ以外の週はト,トントンみたいなね、ことが続いてるんですけども、 今月は頭にちょっとね数が増えてきてますね。やっぱりこう、あの普通に考えるともうクリスマスシーズン的なところにね差し掛かってくるところもあるんで、まあ、11月、12月は割と厚めなんですけど、まあそれとあとはまあ11月の頭にはちょっと、あのー、ね、まああんま3日の休みは影響してないけども、まあちょっと、まあなんとなくこうタイトルが今月は増えていきそうな感じです。 ということでね、まあ、大体基本的には11月5日で一部6日発売タイトルがあります。で、まず最初に、えっ、ー、と、おうちでリラックマリラックマがおうちにやってきた、ニンテンドスイッチですね。これは日本一、違,う違,う違うえっ、ー、と、日本コロンビアさんのタイトルですね。違ったっけ、えー、そうね、日本コロンビアさんのタイトルで、まあ、あの、日本コロンビアさんっていうと割と女子系タイトルが多い。 メーカーカさんなんなですよゲームのタイトルとしてはまあ、基本はあの音楽関係とかまあそういうのあるけどゲームに関して言うと割と女時系が多いんで、まあ、リラックマもそのカテゴリーですよね最近もう隅っこ暮らしが多分来月あたり出る予定があったりもするんですし、まあ、他にもいろいろ出てるんであの「なりきれ」えーっと なりきりなんだかシリーズ。<laughs> まあいいんだ。あの、ージ,ジ系の,あの食料系のゲームとかね、ああいうの出たりしてるんですけど、まあリラックマもね、そういうようなジージ系カテゴリーのゲームのようです。で、続いて、えっ、ー、と、監獄とメアリースケルターフィナーレ。これが Nintendo Switch とプレステ4で、それぞれ通常版と限定版が発売されます。えっ、ー、と、これに関しては、えっ、ー、と、 もともとビータで始まってで2作目2が PS2 で出てるの PS4 PS で出てるのかな PS4 でそれはクリアすると1が遊べるとなってて一応ストーリー的には2のあとに1みたいな感じになっててでちょっとね癖のあるダンジョン RPG なんですけど今度フィナーレっていうことなのでまあ まあ、続いてるんだろうけど、ちょっと僕は1も2も途中で投げてしまったので <laughs>、どう関わってるかよくわかりません。まあ、とにかくフィナーレなんで終わりなのかなってとこですね。で、次、えっと、コンストラクションシミュレーター 2&3 ダブルパック。これ、ニンテンドースイッチで、えっと、サングーさんのタイトルですね。あれ、アクセスできない <laughs> えっと、なんでだろう。 わかんないな。あれアクセスできなかった。<laughs> まあまあ、とにかく、なんか、あの、能力系のゲームかな確か。あの、あ、ミュ、あ、えっ、ー、と、大泉アミュージオさんが出している、えっ、ー、と、ファーミングシミュレーターシリーズになんとなく似た感じのものなのかなという印象でした。はい。次、シャドーバースチャンピオンズバトル。これ、ニンテンドースイッチですね。 えっと、これはブッシーロードさんなのかなスイッチでカードゲームっていうと、スイッチじゃないや、家庭用ゲーム機でカードゲームっていうと、割とこう、フリュ樹さんがね、最近だと 3DS とかでやってて、まあ、スイッチも出てるのかなあのー、いろいろ出してたイメージがあるんですけど、今回のシャドーバースに関しては、えー、っと、 あ、ブシローズじゃないかな。ちょっと待って。これどこだったっけな。乗ってないのかな。あ、サイゲームスさんか。そうか、サイゲームスさんね。はい。大間違いでした。<laughs> えっと、まあ、シャドーバースは、えっ、ー、と、ニンテンドースイッチ版だけど、これは一色じゃないよね。ま、あいいや、ちょっとあんま詳しいことわかんないんで、ちょっと控えておきましょう。<laughs> えっと、釣り。 えっと、ディセンダーズ。これ、ニンテンドースイッチと PS4 でですけども、これは、えっ、ー、と、あそこかなあの、ゲームソースエンターテイメントさんのタイトルですね。バイクじゃないや。えっ、ー、と、自転車のゲームですね。自転車っちゃいけないのか。あの、なんだ。モトクロス モトクロス的な感じなのかな違うな。あんまりニュースにちゃんと載ってないな、これ。ニュースじゃないや。<laughs> えっと、公式サイトだけど情報があんまないな。まあ、まあ、チャリです。<laughs> チャリです。はい。で、次。えっ、ー、と、バツマルチャンピオンズ・オブ・ベストロイヤー。これ、ニンテンドースイッチですね。これは、 これもよくわかんないんだよな。あの、ワーナーさんですよね、このタイトルは。アクションでいいのかな。バッ、えー、クマルがスイッチに初登場。広大なフィールドを RPG で大冒険。白熱のバックマルバトルをオンラインで楽しもう。12年前、惑星ビベストロイヤーと地球が融合するグレートコリジョンと呼ばれる大事件が起きた。 それまで眠っていたベストロイヤーの住人のバクマルが地球に姿を現した。プレイヤーは新しいヒーローとして、新しい都市で起こる問題を解決しながら、おなじみのキャラクターと出会い、お気に入りのバクマルともにバトルを楽しむことができます。RPG とバトル要素を組み合わせた迫力満点のゲームです。ってことで、まあ、バクマルっていうのが、まあ、まあなんか、 ポケモンでいうとこのモンスター的なものなのかな一応役割としては。これなんでワーナーさんこれをローカライズローカライズだよねこれどう考えても。まあ、ちょっとよくわかんないっす。<laughs> よくわかんないの多いな、今回。あとリアルタイムバトル勝利オンライン人、人プラス人生勝利。これ多分ダウンロードタイトルのシルバースターさんの、シルバースタージャパンさんのダウンロードタイトルを パパッッケケーージジ合わせてパッケージだと思うんですけどねリアルタイムバトル勝利オンラインって多分ね去年かおとしなんかのゲームショーの時にシルバースターさんのところでこう出てたんですけどなんかこうあの将棋を相手の動かすの関係なくババババ,バーって動かしていくようななんかそんな感じの将棋だったような気がしますはい。 で、あと、エースコンバット7、ストライクアンノーンの、えっ、ー、と、プレミアムエディション、プレステ4版がね、これ出ます。で、あと、11月6日は、えっ、ー、と、Need for ー p e e d Hot Paths, Power Suit だっけ,パースとだっけで、リマスタードこれプレステ4版。これ、来週スイッチ版が出るんですよね。よくわかんないんですよね、これ。 ただこれはも、えー、ともとゲームキューブとかプレステ2の時代かなに出てるタイトルの、えー、とリマスター版ですね。であと11月6日はあのポケットモンスターソードシールドのプラスエクスパンジョンパック、パスってやつね。これが、えー、とどちらも、えー、と出ますと。というところで、まあそんな感じですね。今週発売タイトル。まあ。 個人的には、なんだろうな、とりあえず、Need for Speed やってみたいかな、そのぐらいかな。あ、あとそうだ、紹介し忘れてた。えっ、ー、と、先週発売されたタイトルのうちの、えっ、ー、と、グリードホールね、これまあ買ったってわけではなくて、あの、お借りしてるもんなんですけど、えっ、ー、と、これ、 ゲーマーさんのね、えーと、ゲームコレクターインプレッションの方で連載で、あの、もう昨日アップされてましたので、記事がね、ご確認いただければと思います。まあ、ただ単に10時間プレイして、まあ、どんな感じだったかっていう書いてるだけの記事なんですけど、まあ、なんとなくどういうゲームかのニュアンスは伝わるかと思います。ちょっとこれについては、えっ、ー、と、2日後ぐらいにね、ちょっと扱おうかと思ってます。ということで、一通り終わったので、 残りの時間はちょっと質問箱をねやっていこうかと思いますはいえー、っとえっ、ー、といつか会って語りたいのですがいいですかえー、っと誰かわからない人とは無理ですねはいあのー、まず普通に匿名じゃないコミュニケーションを取れる状態 を作っていいただけけといいんですけども誰か分かんない人に会って語り合う、語り合うっていう、何を語り合うかもよく分かんないですね。はい。ということで、まず、あのまあ、いろんなね、あのアクセス方法はあると思うのでね。 あのまず匿名じゃない匿名のままでもいいんだけどまあ少なくとも匿名だけども誰か分かる状態でねコミュニケーションを取っていただければと思いますえー、と次恋愛って片思いの時が一番幸せと幸せ説があると思いませんかうん片思いって ただ妄想してる時間でしょ <laughs> いやあの,ー、あの夢の中に入ってるのが幸せかどうかっていうとまあ幸せじゃないんじゃないかな <laughs> 正直それはあのー 砕け,砕けてもいいからアタックした方がいいっすよ。<laughs> いや別になんかもうそれ以上は進展がなくてただ単にこう年自分が年老いていけばいいという考えならずーっとずーっと片思いしてればいいしあのねアニメのキャラクターとか片思いしてれば自分自身は年取っても、ね、相手は年取らないだろうしね。 まずーっとね、その片思い続けるのはいいんだけど、リアルのね、恋愛っていうか対象は、ほら、片思いしてるうちに相手も年取っちゃうし、相手が結婚する場合もあるから、幸せにならないと思いますよ。<laughs> 真面目な話。はい。で、次、えっ、ー、と、最高の癒しって何ですかえー、最高の癒しなんだろうね。いや、普通に。 ゲームで遊んでもいいんじゃないですかね。癒し、し癒されるゲームなんだろうね。動物の森も大概に癒されないからね。な <laughs> んだろうね。癒されるゲームね。癒しのゲーム。癒しのゲームなんだろうな。癒されるね。なんだろう。あ、でもあの、さっき言った、あ、でもあの、隅っこ暮らしとか結構癒されますよ。あれ見てると。うん。 あの系統かな。だから今、今週出るリラックマンとかももしかしたら癒されるかもしれないですね。はい。で、次。えー、っと。一日中寝てたい。そんな日もありますよね。んないかな。<laughs> ないですね。個人的にはないですね。うん、で、遊んで暮らしたいって思いますいやー、遊んで暮らしたい っては思うけど遊んでるとねお金稼げないからねあとただ遊んでるだけで何かこう目的を持って遊んでないと遊ぶにしてもねあの身にならないと思うんで、まあ、その辺はこうよくよく考えながら遊びながら暮らすというか <laughs> まあそんな感じですね。だからゲーム 仕事の方は遊びだと思ってこうやると、まあ、だいぶ遊んで暮らしたいに実利も出るかなとまあそんなとこですかね <laughs> えっと最後に泣いたのはいつですか、えっと、覚えてないっすなんだろうねでもあの最近映画見てないけどなんかもう割とこういい話を見るとこう自然と涙が出てくるっていう時期があったんでね映画見てた時に最近見てないんで映画見てないんでそういうこともないし なんだろう,こうゲームのお話とかでなんか涙って感じにはならないんですよね。あの多分映画の場合とかは映画館とかでこう割とこう集中集中して見ててこうねあの逃げ場がない感じだけどゲームとかは割と部屋でプレイしてても割とこうね そこまでこう完全にがっつり入り込んでないのもあるしあと自分でこう読むにしてもねまああとこうキャラクターが演技してるにしてもやっぱ CG の演技の中で泣く恐怖とかねそっちの方はまだね感覚的に分かるんだけど泣くってところがねちょっと弱い気がするんですよね僕はゲームゲームをプレイしててそのゲームの中でそのそういう泣か いいいるようううななな感感動っってててとこころにはは未だ落ち着いてないのかなっていう感じはしま,すまあ例えばほらラストオブアースとかねプレイしてうわすげえとか怖いとかそういう感覚はで演技すごいとかも感じるんだけどああいうのでこう泣くってところに行くかっていうとちょっと違うかなっていう感じがしてますまあそういうことで泣いたのはいつか覚えてないけど多分映画 系のものもを見てこう自然とツーッとあっていうやつかあとはなんか大爆笑してツーッと出てるかどっちかなんだけど、まあ、正直に何か覚えてないですはいということでねまああと,、えー、と本日の最後ね本日の記念日ゲームですがえっ、ー、と2000年の11月1日に発売されたマリオテニス GB がねちょうどこれで20周年になりますまあゲームボーイ 考えるるるととななんか割とこう年代経ってるなーってて感じがするけどゲームボーイカラーってたかだか 20, 20年ぐらいもう少し先,先もあるからねアドバンスが出るまでの間まあ出て後も出てるからねだからまだ20年経ってないですねまあちょっと今驚きましたはいということでね本日はこの辺りにしようかと思います以上さきかんでしたおやすみなさい